君にはうってつけのミッションのはず。あっと驚くレポートを期待しているぞ。ボス、ただいまから猿たちの生態を研究するため猿山に潜入します。たくさんの猿たちがいます。私、この中でボスは誰なんでしょうか。もしかするとあの猿かも。ウキキウキウキ、ボスキー。ちょっといきなり人を捕まえて、あんて必要どういうのかしら。私は確かに大統領夫人時代ボスでございますけども、そんな、モンキー扱いなど国際問題ですね。もうほんと信じやなですね。ボス、今のはモンキーじゃなくて気が短いタンキーでした。まだまだ捜索続けます。エネオスステーション大作戦、清水美智子のみっちゃんインポッシブル。みっちゃん、猿にハマる大作戦。皆さん、こんにちは。あなたの清水のみっちゃんです。こんにちは、日本放送の飯田浩司です。今日はですね、はい、みっちゃん猿にハマると題してお送りしてまいります。はい、猿がお好きなようですね。どっちかというと嫌いですね。私は一言も猿好きって言ったことないんですけども、あれ、どっちかというとはい、うちのばあちゃんに似てるので、なんとなく自分がこうなるのかなと思うと、あんまり好きじゃないんですよ。ちょっと神経質な感じとか短気な感じとか、ちょっと自分にちょっと似てるなと思って嫌なんです。映画も2回も見たということですね。2回も見たんじゃなくて、1回目ちょっと出るタイミングを失ってっていうかね、間違えて入ってしまって、エンディングの方見てなかったんで見に行った次第ですよ。もう1回、おー、なるほど。好きで見たわけじゃないですよって言うけど。そうなんですか。そうですよ。いやいや、アンコールもう1回もう1回じゃないですか。そうなんですか。そうです。この話もしましたよ、あなたに確か。清水さん、でも安心してください、はい、この放送が終わるまでにはですね、猿が好きになってるはずですから。本当ですか。たまらなくなってるはずですから。たまらないですよね。そうそう、猿ね。足元乗っちゃった。やっぱり私も猿真似だ。だんだん猿が好きになった。猿真似だって自覚するのやめてください。というわけで、はい、みんなが猿が好きになる放送でございます。最後までどうぞお楽しみに。エネオスステーション大作戦、清水美智子のみっちゃんインポッシブル。この時間はエネルギーを素敵に、エネオスの JX 日光日赤エネルギーがお送りします。リクエストインポッシブル。続いてはあなたのリクエストにお答えします。リクエストインポッシブル。今週はこんなメールが届いております。ラジオネーム、ミトコンドリア三世さんからいただきました。はい。40を過ぎて全力疾走するとさすがにダメですね。してないな、うん、最近お二人は全力疾走したことありますか。全然。リクエストは5対5でモンキーマジックをお願いします。そういえば、やっぱ必要に迫られないとしないもんですね、全力疾走。しないもんですね、はい、できるだけ遅く走ろうとか、そっちの方に考えがいっちゃいますね。できるだけエレベーター、エスカレーターを使おう。そうですね。飯田君なんかほら、仕事でも電力投球したことないじゃないですか。いや、ちょっと、まあ、やめてくださいよ。ではそんなあなたにカツを入れてもらいましょう。出てこい出てこい、カツを入れる人。あのさ、さ、ヒヒヒラのレベルだけど、カツを入れるならやっぱりさ、カレーパンなのよね。パンに挟むとカツパンでしょ。それでね、カツがね、パンツ入れたのはね、慎太郎でしょ。もう早く曲行きたいの、新さん、新さん。そう、5代後でモンキーマジックだって。ミッションインポッシブル。さーて、ご用途を急ぎでない方はお立ち寄り、お立ち寄り。 MIP 猿回しの会が根気よく育てたのがこちらの反省せざるのみちかでございます。さあ、みちこ、まずはご挨拶代わりの桃井香織。夢でもし、あのさ、なんで香りがさ、猿に真似されなきゃいけないわけ。私これでも今怒っちゃえるのよ。猿真似、猿芝居もびっくり。エネオスステーション大作戦、清水美智子のみっちゃんインポッシブル。みっちゃん猿にハマる大作戦。
わけで今週は、みっちゃん、猿にハマる大作戦と題してお送りしています。あまり猿好きじゃないですし、えとでも関係ないんですね、来年の。あ、違いますか？違いますよ。おかしいな、猿に対する共通点一つもないじゃないですか。本当ですね。いきなりすぎるんですよ、だから。あ、ありました。岐阜名物、猿ボボっていうのがあるじゃないですか。あ、本当だ、飛騨名物の。飛騨名物の。はいはい。来ました。それでだ。それでですよ。ありがとうございます。薄いつながりだな、これ。ちょっと、はい。いつも危ない橋を越えて渡ってきたけども、ええ、そろそろやばいんじゃないですか。大丈夫ですか、今回。ねえ、だいぶ見切り発車が過ぎた感じがありますけれども。大丈夫ですよ。本当。ね、まずは、話題の映画、猿の惑星ジェネシス。清水さんが2回見に行ったという話でございます。2回は私の、はい、時間の読み間違いで、後半を見逃したので、はい、もう1回見に行ったというだけで。ああ、そうですか。でもね、素晴らしかったですよね。映画は良かったでしょうね。はい、本当に。うん。伊田さんも見たんですか？はい、見に行きました。すいません、1回しか行ってないですけど。あ、普通1回ですよ。だから、反省してじゃないの。あの映画の中では、はい、猿の役の方がすごく良かったですよね。うーん、実は CG とそれから人間しか出てないんですよね。猿は一匹も出てないんですよね。そうらしいですね。あるね。そしてあの人間の主人公は魅力なかったね。どうだったあれ。魅力なかったね。もう半ば悪役じゃんと思いましたね。いやー、なんか最後とかも情けないよ私は。全部こう押されて終わるみたいな感じのね、うん、優男っぷりを見せてましたけど。そうでしたね。結局ああいう優しさだったりとかそういうものが世界を大変なところに導いていくみたいな。いいこと言うじゃないですか。ほら、そうなんですよ。だからね、ちょっとしたこう新薬薬で人間を治そうとしても、うん、こうなんかね、ね、罰が待ってるみたいなところありますからね。自然の摂理には逆らっちゃいけないんだという、ね。そうです、そうです。神の示唆をね、感じないといけないってことですよ。うん、なんかやっぱりそういうところはこう環境問題とかそういう現代をね映し出してる鏡のような感じもありますが、うんうん、あんたもねそんな食もなんかしてんじゃないよ。あれ、ちょっと待った、違いますよこれ、地毛ですからね。あ、そうなの、ごめん、間違えた。むしろ自然の摂理に、ごめん、ごめん、ごほん、いや、あー、ごほん、あ、なんてことさ、本当に。いや、まあ自然の摂理の通りなんですが、はい、さて、ご存知ない方はね、少ないと思いますけれども、猿の惑星シリーズ、ちょっとおさらいをしてみたいと思います。そうですね、若い方で知らない方いるかも。ね。はい。日本でも大人気の映画シリーズであります。フランスの作家、ピエール・ブールの SF 小説を原作にしたもんでして、第一作の公開は1968年でした。はぁ、結構古い映画なんですね。本当ですね。で、衝撃のラストシーンもこれ話題となりました。衝撃、そう、ラストシーンが良かったんだけど、ね、最近のさ、知ってる、はい、DVD とか、それが衝撃のラストシーンがバッと表に出てる写真なんだよね。あー、なる、そうだ、確かにそうですね、そうだそうだ。タイトルバックでメニューを選ぶところがすでにそれなんですよね。うん。なんかの女神が出てきてんだよね。そう、女神がこれちょっと。ダメだよ。そこを、あーたーみたいな。ほんと、金ちゃんだったらダメだよーになるよね。見せちゃダメだよー。本当にね。で、まあこれ同じ年に公開されたですね、スタンリー・キューブリック監督、2001年宇宙の旅とともに、まあその後の SF 映画の流れを作ったというふうにも。ああ、そっかそっか、へえ、全然違う作品ですけどね。ね。2001年とは。本当、毛色は全く違うというところですけれども。で、まあヒットをしたということで続編も次々出ました。続猿の惑星、新猿の惑星、最後の猿の惑星、猿の惑星征服。などが作られまして、制服って街じゃないですよね。あ、そうです、そう、第二ボタンちょうだい、大きいじゃないですか。そっちじゃないです、斉藤由貴とかそっちじゃないです。分かりました、はい、コンクワーの方ですね、はい、日本にも猿の惑星マニアと呼ばれる人々がたくさんいると。そうですね、三谷幸喜さんもその一人で。あ、そうなんですか。実は猿の惑星の猿は本当はね、日本人のことを風刺した作品だって最初の方は言ってましたよ。こちらですね、まあ、そういったいろんな説が流れる作品なんですが、原作者のピエール・ブールさん、はい、作家になる前は理学士と電気技師の資格を持ちまして、うん、エンジニアとしてマレーシアで働いていたことがあるんですが、1939年にフランス領インドシナで軍に召集されます、うん、フランス軍に編入されるんですね、はい、で1943年にメコン川でビシー政権軍によって捕らえられまして、18ヶ月ほど日本軍の捕虜として収容所生活を送っていたと。長いですね。1年半ですね。で、まあこういう経験もあるんで、
まあそういうね、日本人を風刺したというような説も流れるわけなんですけれども。そうですね。で、この時の戦争体験をもとに上司した戦争小説が、戦場に架ける橋だったわけですね。そっか、そういう意味もあったんですね。で、これは映画化されまして大ヒット、人気作家の仲間入りを果たしました。で、ピエールはさらに猿の惑星を描いたということで。で、これがもしかすると日本人を猿に見立てて描いたんじゃないかという説につながっているわけでございます。あくまでも噂話ですけどね。そうです、噂話。日本人としては非常に複雑な気分になるこのエピソードですけれども、はい、まあそれぐらい日本人が頭がいいと思われていたのかもしれないというね。あ、楽観的に考えると。そうですよ。なるほど。そんなですね、この新作猿の惑星ジェネシス、はい、たくさんのお猿さんたちが登場いたしますけれども、登場したね。ねえ、清水さんが先ほどおっしゃっていた通り、すべてが実は CG だった。そっちにびっくりしたよ。これね。よく作ったね。本当ですよ、うん。で、これ CG と思えないほどリアルな動きで話題になってるんですが、うん、あのアバターを作った会社が担当していると。あまたの作品をね、アバター、あなた作ってるわけじゃないですか。こちら猿も作ったということでね。そうですね。で、またこれはですね、これまでの作品へのオマージュが、まあ、これまでの猿の惑星シリーズへのオマージュがですね、数十箇所織り込まれているということで。全く鈍感でした。失礼しました。例えば、猿たちの名前がそうなんです。ああ、そうだ。シーザーでしょ。あと、なんで、コーネリアスだっけな。あ、ね、コーネリアスいましたね、コーネリアスね。ね。はい。で、他にも、シーザーが、屋根裏の部屋でですね、パズルで遊んでたんですが、それが、自由の女神のパズルだったりとかですね。あと、霊長類センターでスタッフが見ているテレビが、チャールトン・ヘストンの実家だったりとかですね。本当だ。細かいところ。チャールトン・ヘストンだったんだ。だから、第一話目の主人公が出てる映画を見てたんだ。はい、そういうことになりますね。なるほど、これオマージュだったんですね。結構だから細かいというか手が込んでますよね、オマージュにしても。そうですね。で、これ一回だけでは確認できないんで、二度三度と足を運ぶ往年のファンの方もやっぱりいるそうですよ。私は違うけどね。あ、清水さん違いました？エンディングだけ見に行ったんです、二回目ね。何回も言ってますけどね、この話。てっきり10回チェックに行ったのかと思いましたよ。そんな大好きじゃないです。あ、違いましたか。お願いします。さあ、それではこの後も、猿にハマる大作戦まだまだ続きますが、ここで一曲お届けしたいと思います。あ、これね、私、はい、どうしたんですか？本当、猿好きじゃないんですけども、生まれて初めて買ったし、LP っていうかね。レコードが。レコードが、モンキーズだったんですね。ちょっと清水さん、なんだかんだ言ってじゃないですか。好きなのかな、これは。本当ですね。ありがとうございます。だんだんハマってきました、この回に。よかった。はい。じゃあ曲紹介お願いいたします。モンキーズで、I'm a Believer。いかに欲しい。お便り、ラジオ便。目を閉じて。さて皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。 NHK 日本放送聞きましょうでおなじみの香上幸子です。本日もラジオを聞きの皆様からいただきました普通のメールを紹介してまいりたいと思います。はい、普通に紹介いたします。モザイク好きさんというラジオネームの方です。はい、清水さんの DVD がモザイクを増量して、ようやく日の目を見るそうだよと、みっちゃん好きの友達が教えてくれました。ありがとうございます。本当に出るんですか？ねえ、出るといいですね。何にモザイクをかけたんですか？やっぱりちょっとこう、自主規制みたいなのが入りまして、はい、モザイクは入ってるんですけども、まあ、最近のモザイクってほら、細かいっていうかね。ああ、うんうん、確かにそうですね。なんかこう、凝らせば見えるんじゃないかみたいなのがありますけども、うちの場合は、はい。粗いモザイクなので、モザイクファンにはたまらないと。たまらない。あ、こんな種類があるんだなってことを。12月7日発売でございます。よろしくお願いします。はい。もう一つ12月と言いますと、黒柳徹子、大竹誠、清水美智子、みんなで語ろう、つながろう日本、クリスマスディナー&トークライブ。はい。これはですね、はい、黒柳徹子さんの呼びかけによりまして、収益金をすべて東北の方に、はい、被災地に寄付と。そうなんです。するということで、私と、黒柳さん、そして大竹誠さんと3人でディナーショー、黒柳さんのトークがあったりとか、私のネタコーナーがあったりとか、それから大竹さんによるですね、ちょっとした面白いコーナーがあったりとか。ちょっとした面白いコーナー、これはなかなか面白いと思いますね。おー、それは来てのお楽しみでございます。12月の14日水曜日、グランドプリンスホテル新高輪、これは JR の品川駅が近くですね。はい。この大宴会場飛天というところで、行いますと。ショー開始時間は夜8時というふうに書いてます。はい、まあその前に、ご飯があってというディナーショー形式でございます。はい。料金はですね、税込み2万8000円でございます。すいません。はい。チケットのお問い合わせは、
東京03-3447-1121、東京03-3447-1121番、グランドプリンスホテル新高輪はチケットセンターまでお問い合わせください。よろしくお願いします。詳しくは清水美智子さんのホームページをよろしくお願いします。ご覧いただければと思います。はい。この後は大好評、比べて合点デーのコーナー、そして、みっちゃん、猿にハマる大作戦、ミッションはまだまだ続きます。はい。エネオスステーション大作戦。清水美智子のみっちゃんインポッシブル、みっちゃんインポッシブル。ね、続いては手羽を噛みながら江戸前なこの企画、比べて合点デイ。さあ、世の中のあらゆるものを比較したらどうなるのか、どんどん比べて合点していただきたいと思います。はい、それでは今日も早速比べていきたいと思います。はい、比べて合点デイ第1問。はい、ラジオネームメーテルにホレーテルさんからいただきました。ああ、あれはみんな男の子は好きでしょうね。好きですね。うん、うん、行くわよ鉄郎って言われてみたいですもん。うんうんうん。それではこちらの問題です。平均的な人間の細胞の数と、うん、我々の地球がある銀河系の星の数、うん、どっちが多い？銀河系の星の数、それすっごいたくさんあるんじゃないの？多分。多分すごいたくさんあると思うんですよね。はやぶさが飛んだじゃん。はい、それは銀河系の中だよね。はい、銀河系の中どころか、はやぶさ太陽系ですね。あれ木星かなんかの確か。すごいね、ぶつからずにいったってことか。ってことはなんとかこう計算できるってことだから、うん、人間の細胞の数の方が多いのかな、伊田くん。いや、ちょっとそれ僕に聞くのやめてもらえますか。本当になんで今一瞬顔が赤くなったの。いや、赤くなってたんですよ。人間の細胞の数でしょ。いや、どうだって赤くなったもん。だから僕の顔を読むのやめてくださいよ本当に。でも銀河系も相当でかいでしょ。あの太陽系と同じと考えていただきたくはないことです。じゃあ太陽系にしようかな。ちょっとそのボランティア精神みたいにやめてもらおうか。それでは正解をどうぞ。人間の細胞。その通りですよ。なんで赤くなんの？いや、わかんない。僕も赤くなってる気はないんですけどね。面白い。平均的な人間の細胞の数はおよそ60兆個あるそうです。すごいね。すごい数です、ね。言い方は可愛いけどね。どうも60兆個です。60兆個です。毎日ですね。あ、すごいですよ。ちなみに毎日およそ15兆個の細胞が死んでは生まれています。あ、そうなの。忙しいね、体も。本当ですよね。よく痩せないな、これで。確かにね。ちょっと痩せてほしいんですけどね。うん、で、ちなみに、銀河系の星の数はおよそ2000億個と呼ばれております。どうも2000億個です。2000億個です。2000億個と60兆個です。へぇ。多いは多いんですけどね。まあ、ただですね、宇宙全体まで広げると、それは宇宙の方が、星の数は多いんですよ。星の数は数えられないもんね。はい。うん、続いてはですね、頑張っていきたい。ここでよくね、2問目で私よくしくじるんで。しくじるんで。はい。気をつけてまいりたいと思います。はい、それでは参りましょう。来い！第2問！ラジオネーム、加納姉妹で答えてくださいさんからいただきました。喜んで！問題。東京からパリまでの距離と、東京からニューヨークまでの距離。どっちが遠いかしら？加納さんだったらこれはそうよね。どっちにもどっちかなと思うわね。右のおっぱいか左のおっぱいかって言ってそうよね。美香さん微妙に違いがあるんですね、あれね。さあ、やっぱイメージとしては近いのはニューヨークなんですよね。うん、どっちも行ったことあるんですけど、なんかニューヨークの方があれ近いなって体感したような気がするんですよね。ね、顔が甘ずっとこっちを見るのやめてくださいよ。もうね、あの目をつぶってようと思います。これはよし、これでいこう。はい、ニューヨーク。すごいな、この。あ、どっちが遠いだからニューヨーク正解ですね。残念。あれ、パリがですね9730キロ離れております。一方でニューヨークは1万トンで850キロ離れていると。本当？はい、いうことで。でも飛行機のあの距離ってニューヨークの方が早くないですか？はい、ですか？ね、若干ニューヨークの方が時間かかりますかね。だいたい12時間から13時間で、パリは10時間弱かな、11時間とか。
そんなもんでしたっけ。はい、そうか。じゃあ本当に私答え間違いしました。おっと、しまったぞこれ。これもやっぱり顔が赤くなるという成果の、ありがとうございます。おかげだと思います。赤顔様、これからも俺たちを助けて。もう次こそは赤くならずに頑張りたいと思います。頑張らかい。もうね、支離滅裂もいいところなんですが。しっかりしてください。では続きまして、比べて合点で第3問。はい、来い。ラジオネーム、なしさんからいただきました。なしさんですね、飯田さん。はい、なしさんです。はい。はい、だじーっと見るなっちゅう。死後も稼ぐ聖居者ランキングが、先日フォーブスから発表されました。死後も稼ぐ、はい、はい、はい。1位はマイケル・ジャクソンの1億7000万ドルでした、うん。ではマイケル・ジャクソンですね。私は、ね、瀬戸内寂聴ですからね、合わせてねマイケル・ジャクソンですね。ありがたい、ありがたい。ありがとうございます。ではロックの神様ジミー・ヘンドリックスと、うん、科学者アインシュタイン、どっちが死後稼いでいるでしょうか。これは失礼な話ですよね。まあ、ね、そんなこと聞くなんてね、うん、そうですよ。どっちもです。まあ道徳的には後者の方がね、アインシュタインの方が、はい、アインの方がね、いいと思うんですよね。あれ赤くならないぞ。赤くなりませんよ。これはやっぱりねジミー・ヘンドリックスだからですね、答えが。いやちょっと待った、あのね、だからね、あの僕の顔で判断するやめなさいっつの本当にね。もう全然ジミー・ヘンドリックスです。ジミー・ヘンドリックスで、はい。あれ残念でした。なんで赤くなった。いや、なんで赤くなったって分かりませんよ。アインシュタインの方が実は死後稼いでるんですね。あ、本当。はい、ジミー・ヘンドリックスは700万ドル、一方のアインシュタインは1000万ドルを稼ぎ出しております。へー。まあ、ジミー・ヘンドリックスはもうもちろん音楽印税なんですけれども、うん、じゃあアインシュタインは何で稼いでるかというと、はい、あの舌を出している写真。あるね。あの写真とかですね。ブームですね。二人で舌出し合ってどうするんですか。うん、可愛い写真。そう、あの写真を含む肖像権の部分とですね、うん、あとはこのアインシュタインという天才の名前を使った商品などでの収入があるということです。あ、そうなんですか。すごいですね。そう。死後それだけ稼ぐってやっぱすごいですね。うん。じゃあジミー・ヘンドリックスさんももしそういう肖像権を駆使してたらば、はい、抜いたかもしれない。まあまあ肖像権とかも含んでるんだけど、やっぱこの金額になってきて。今日は清水さん2勝1敗、最後に私一矢報いたということになりました。本当だ、負けた。さあ皆さんもどっちが長い、どっちが多い、どっちがすごいなど比べてみたいものどんどん送ってください。お願いします。はがきの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送清水美智子のみっちゃんインポッシブル比べて合点デイの係まで、メールの方みちこアットマーク 1242.com までお送りください。というわけで清水さん、合点デイしてもらいましたか。合点デイ。エネオスステーション大作戦、清水美智子のみっちゃんインポッシブル。みっちゃんインポッシブル、大竹しのぶです。みっちゃんインポッシブルに行っちゃおっかな。今のは正真正銘の本物でございます。そうですよね、大竹さん。どうだろう、本物はもっとゆっくりだと思う。私が本当の大竹しのぶです。違うと思う、もっとゆっくりだと思う。全然違うもんだね。本当ですね、うん、意外と本物はテンションが高いというか。そうですね、滑舌もいいですね。悪かったね。ついに登場でございますね。ええ、大好きなんですよ、もう大ファンなんで。いやー、これどうなるか、ダブル大竹しのぶさん登場ということになりますが。そうですね、放送は12月17日の土曜日夕方4時からチェックしてね皆さん。どうぞ、お楽しみに。さあ、番組へのリクエスト、相談、質問などお待ちしております。はがきの宛先は郵便番号 100-8439 日本放送清水美智子のみっちゃんインポッシブルの係まで、メールの方みちこアットマーク 1242.com でお待ちしています。それでは今日この辺で、お相手はあなたの心の潤滑油清水美智子と日本放送飯田浩司でした。エネオスステーション大作戦、清水美智子のみっちゃんインポッシブル、この時間はエネルギーを素敵に、エネオスの JX 日光日赤エネルギーがお送りしました。ではここで七輪焼肉あんあんがお送りする日本放送交通情報です。首都高の深澤さん、お願いします。はい、
首都高速道路は事故や故障車に伴う渋滞はありません。特に3号線